皆さん、なんと、無料です。はい、こんにちは。いつもありがとうございます。村長です。今日は、緊急で動画を撮っています。最近は、音楽をやっている人は、YouTube に音楽をアップロードするということが多くなりました。その時、昔はあまり言わなかったんですけれども、ここ最近、ラウドネスノーマライデーションというような話をよく聞きます。これは、 何のことかというと、YouTube に上げたりするときは、このぐらいの音量、音圧がちょうどいいですよ、みたいな一つのガイドラインというのを YouTube は作っています。YouTube だけではありません。iTunes とか Spotify とか、いろんな投稿サイトというのはありますよね。そこに上げるときに、このぐらいの標準的な音圧で上げてくださいね。こういう 標準というのを作ったというのは YouTube を聴いていると A さんの動画を聞いてました。今度 B さんの動画が次に再生された時に音があまりにもでっかかったりするとボリュームを小さくしないといけないですよね。この標準化というのは2012年あたりぐらいにテレビの業界から言うようになりました。 コマーシャルになったら急に音が小さいとか大きいとかそういうことでは困りますし突然大きくなったりすると自分のお家のテレビだったら自分がリモコンを持って小さくすればいいですけれども公共の場病院とかそういうようなところでテレビ放送を流しているとですね音量がつど変わってはとっても大変だからです。世界中では どこの国も平均のラウドネスというのを規定を設けている国が多くなっています。音の平均値、そしてそのアップロードサイトでのガイドラインというようなものと思ってくれればいいと思います。それを管理できるソフト、Expose2 というのを今日はご紹介をしたいと思います。緊急で撮っている理由というのは 今だだけ無料だからです。今画面にある通り通常の価格はプラグインブティックさんで9862円ですこれが0円になりますプラグインブティックさんで買い物をするのにはまずはアカウントというのを作らないといけませんアカウントを作った後もう一度二次認証などでメールが届きますのでそこでクリックをして 正式アカウント登録というのが完了します。その後は画面の右のところ、今は僕はログアウトになっていますけれども、ここがログインというのがありますので、それでログインをしましょう。そうしまして、この9862円、このエクスポーズ2を購入します。アッ c カート。そうすると画面の一番右の上にカートがありますので、そこを見てください。 そして go to cart とカートに行きます。今上の方に僕はオレンジ色の帯があります。これはもうこのソフトは買っているよということだからです。そしてここでいろんな登録をしながらセキュリティチェックアウトというのをやります。そうするとここで名前とか足りなかった情報というのをこのようにして入れるようになります。その後コンティニューというのをやります。 そうしまして、実際ここでお金を払う段になりまして、Do you have coupon code? というのがあります。はい。そこでクーポンコードを入れます。今回のクーポンコードというのは EX の PB 大文字で入れていただいて100。このようにして Apply、このボタンを押します。そうしますと、 ここの金額が0円になります。僕の場合はもう買ってあるからならないと思います。ちょっと押してみましょう。赤いエラーが出ましたね。でも皆さんの場合はここでこのトータルが0になりますので、それであとは購入していただくだけ。はい。一番最後にですね、今はこれクレジットの画面とかが出ていますけれども、そうじゃなくてもう0円で購入ができる。 ということです。はい。購入をしましたら、次は一番上のマイアカウントこれを押しましょう。エクスポーズ2が購入された状態になってリストに現れます。そして、ここにあるのがシリアルナンバーです。そして、ダウンロードをしましょう。Windows 版と Mac 版がありますので、ご自分のデバイスに 合わせて選択をしてください。ここ重要ですので間違わないようにしてくださいね。そしてダウンロードをします。ダウンロードはもう一瞬で終わります。そうしましたらインストールをしましょう。はい、こんな画面が出てきますので、NEXT を押します。そして上の承認ボタンを押します。そして NEXT。そうすると、 この会社のソフトのインストーラーというのはですね、今販売しているすべてのソフトがサンプルデモとして入るようになっていますので、これ全部したらですね、めんどくさいですので、今もらったソフトだけにします。それはこのようにチェックを外していきます。先頭がソフト名ですので、このソフト名を全部外していきます。 最後に Expose 2.06ですね。まあ、このバージョンは時期によって違うことがあるかもわかりません。これで NEXT を押します。インストールはすぐに終わります。そして Finish を押してください。すると Windows のリストに M から始まるところ Mastering the Mix というのがあります。そこを開くと E のデザインをした アイコンのエクスポーズ。これを選ぶようにします。僕はスタート11という便利なソフトを使っていますので、スタート11にピン止めという風にして、ここに入れます。ピン止め1ページ。はい。このようになりました。そうしましたら、何せこのエクスポーズを起動します。はい。このように出てきます。僕はウィルスソフトを 入れてありますので、こんなものが出ますが、これは出る人も出ない人もいると思います。そしてここにシリアル番号を入れます。先ほどのここにあるシリアル番号です。コピーをしまして、そしてここに貼り付けをします。そしてオーサライズを押しますと、はい、これがオーサライズが終わって、そして起動した画面です。オーディオファイルをここにドロップしてくださいという風になっています。 調査したいオーディオファイル、これをドロップします。はい、そうすると、しばらくの間、分析というのが始まります。1曲をこのように分析してくれます。後半の方で縦の赤い筋というのが出ているのがわかるでしょうか。この原因を調べたりするというのは、上のところに小さくてわかりにくいんですけれども、 F という小さなアイコンがあります。これを見るとアナライズした状態を教えてくれます。このような感じですね。問題のあったこのステレオのところ、ここを読んでみましょう。これ英語ですから通常は英語の弱い僕には読めません。ですからこれは画面をスクリーンショットしてテキストに置き換えるというような便利なソフトがあります。 瞬間テキストというようなソフトです。文字の読み取りというのをしまして、この部分をこうやって囲みます。すると、このようにテキストとして読み込んでくれるわけです。これをコピーします。そうしまして、Google 翻訳なんかに持っていけばいいわけです。はい。ここに貼り付けします。はい。 このように分析結果が出ますが案外言ってることは難しいんですけれどもこのステレオエラーというのが出るときというのは位相が逆転しているいわゆるステレオの L と R がワイド幅を広げすぎて位相の反転が起こっているそういうようなときにこのエラーが出ますただしこれは大きな影響というのは 後半のところで日本の線が出ているだけですので大きな影響はないでしょう。そして左からなんですけれども1個目がラウドネスです。ラウドネスのウェガーのイントって書いてあるのは1曲の平均の音圧です。そして下は3秒ごとのショートターム ST と書いてますね。マイナス13.7ということです。 もちろんこの2つの数字は上の方が小さく、マイナス -15.2 というのは小さく、マイナス -13.7 というのは少し大きい。いわゆる部分的に3秒間のところは大きな値が出ているということで、下は初心者さんの場合、あまり気にしなくていいでしょう。上側の -15.2 ですけれども、 これは YouTube のラウドネスノーマライデーションの推奨というのからすればちょっと低めです。次ですけれども、まあその低い理由に二つ目はピーク値です。一番高いところ、これを見てくれます。その中でもこの数年間でトゥルーピークという言葉が DTM の業界では流行り出しました。まあ流行り出したというよりも 正確な本当のピークが分かるようになったわけですね。ですから、下が今まで言われていたピークです。マイナス5.24。そして、上側はちょっとだけそれを上回るようなトゥルーピークというので、このトゥルーピークも0を超えないようにしましょう。そういうことがここ最近よく言われます。まあ、ただ一瞬出たぐらいで、 すごく音割れがよくわかるかとか言うとそうではありません。なぜならメジャーさんの CD でロックの CD 音源などをここに載せてみてください。赤だらけです。まあ一番最たるはビーズさんなんかの CD 音源です。左側のマイナス14ぐらいが理想だと言っているものが実はマイナス7とかですね。 そんな大きな値の CD を作っています。そうしまして、先ほど3番目の左右バランスと位相反転、ここの話をしましたが、まあこれは深く考える必要はそんなにないです。そして最後の4つ目のパラメータですけれども、これはダイナミクスと言います。上の部分が8.5という風になっています。 これは普通の J-POP とかで8から12ぐらいの値、いわゆる小さいところと大きいところの差の部分です。これが平均で10と言いましょうか。そのぐらいあればですね、いわゆる起伏に富んだ音楽であるということだし、 ハードロックのようなもう最初からガンガンいってですね、静かな部分がないというような音楽は5ぐらいになる場合が多い。そんな風に覚えておいてください。これも絶対ではありません。でも J-POP を作るときなんかは10ぐらいあれば A メロはちょっと静かで B メロから迫力が出てきてサビでガツンといくというような 音楽になる。それがだいたい10ぐらいのダイナミックレンジがあればいいと言われています。DR と書いてあるのはダイナミックレンジの略です。そうしまして本当は一番先に説明するべきことだったんですけれども、今一番上のところにマスターリング オールラウンドという風になっていますよね。本当はこれ一番先にして欲しかったんです。それなら先言えよという感じですがごめんなさい。もう一度皆さんに最初から説明をします。まずはここの3本線のところでマスタリングになっていることを確認して右側のところに YouTube というのがあります。YouTube じゃなくって Spotify ならこれにするわけです。Soundcloud ならこれですね。でも、まあ、今回は YouTube でお話をします。これを選択するとですね、上がマスタリング YouTube という風になります。さっきのファイルをドラッグします。これが二つ目にすることです。同じファイルですから、全く同じようになりますよね。この指標の見方は 先ほど前半でお話しした通りです。そして、これは一つだけではなくって、他のファイルも比べることができるわけです。ちょっと僕の他の音楽、ラーメンの音楽をドラッグします。これをすると、二つ見比べることができます。これも三つ目の位相の部分で、一箇所だけ、ここですね。ここだけおかしな感じになっています。もう一箇所だけです。 ですから、先ほども言いましたように、これはそんなに気にすることがありません。そうしまして、下のグラフを見てください。青いグラフが上、緑色のグラフが下の音源です。下の音源法が中域が膨らんでいます。広域は同じようなものです。そして、下の緑色、これはですね、低音成分がちょっと少ない。 こういう風な指標が出ています。この指標はマウスをここにオーバーラップすると一つだけが見えます。今度は青いものだけ。このように二つを見れるんですが、ここからマウスを離すと二つ同時に見れます。また、ここに目のマークがありますので、これをオフにすると一つだけになったりします。このようにしてイコライザーが どのように違うか前に作ったのでとってもいい感じの自分が大好きな音楽これをですねガイドという風にしておいてそれとこのように見比べるというようなこともできますそしてこれは今ステレオで見るとこの状態なんですけれどもミッドサイドと言われる MS モードで見るとですねミッドというのはどちらかというと 低域成分です。これを見ましょう。ちょっとだけ変化がありましたよね。中域のところで変化がありました。今度はサイド成分を見ます。はい。サイド成分というのはこうやって高音部分がほとんどで低音部分はほとんどないというのが MS モードの特徴です。もう一度ミッドにします。はい。ミッドにするとこのように ま、低域と、そして中域ぐらいが乗っています。これが M と S で分かれているということですね。そして今までずっと使ってきていたステレオモード。それで見ると、このような形になるということです。このように、イコライジングのバランスが見れますので、例えば緑は、ちょっと低音が足りなかったから、もう一度 DAW に戻って、 そして定域の部分を追加してみようとかそういうことの指標に使えるわけです。このソフトのいいところは上側にメモ帳のようなアイコンがここにあります。これをするとこの指標をダウンロードすることができます。このダウンロードはデスクトップのところにエクスポートリーディングそして今 YouTube でしたよみたいな形で テキストファイルになりますので、これをクリックすると、通常の方は Windows の場合、メモ帳でこのように開きます。2曲分析していますので、ずっと下に行くと、はい、2曲目、ラーメンの歌がですね、このように出てくるわけです。そうしまして、これを英語の苦手な人間はですね、コピーをしまして、そして翻訳しましょう。 そうすると勝利のエースの総合の LUFS は -15.2 でしたよとかいう風になっています。そして YouTube のラウドネスのこととかのアドバイスが載ってくれています。ピークはこんな感じに考えてくださいね。ステレオはこういう意味ですよ。オーディオの位相の問題が検出されましたという風になっています。 で、どういうふうな対処をすればいいですよ。ということです。で、ダイナミクスとはどういうもんですよ。こんなふうにアドバイスを明確に書いてくれますので、DAW や編集ソフトをお使いの方は、これを元に編集のやり直し、イコライダーをやり直したり、コンプレッサーをかけ直したりとか、そういうようなことをやってください。ただしですね、これは、 一口にやってくださいと言いましたけれども DTM をやっている人の中でもコンプレッサーの本当の使い方というのをできている人はごくごくわずかですですから下手に触らない方がいいという言い方もできなくはありませんですからこの左から二つのところラウドネスとツルーピーク YouTube に出す方はマイナス14前後になっているかどうかそしてピークは0というのを超えていないかマイナスという値になっているかこの2点をですね集中的に見てトゥルーピークの方に余裕があればですねあとマイナス4ぐらいとかぐらいだったらボリュームで上げてもトゥルーピークが0を超えることがありませんので 4ぐらいの値でレベルメーターをキュッと上げるということはできると思います。でもですね、こういう場合があるんです。こちらのツルーピークはもうマイナス1もしくは0にほどなく近い数字が出ています。そしてラウドネスの方がマイナス16とか 少し小さめの音になっています。そういうような結果になることが意外とあります。その時に、ここでボリュームで上げてしまうと、もうボリュームは限界ギリギリだったわけですから、限界を超えてしまいます。ですから、知識のあまりない、自信がないという人は、音源を触らないようにする方が賢明です。ここの青い部分に、 入っているならば、もう触らない方がいいと思います。でも、本格的に DTM、音作り、そういうのを勉強したい人は、じゃあそれはどうすればいいか。いわゆる、コンプレッサーやマキシマイラー、もしくは、リミッターというようなプラグインがありますので、それで、ちょっとスレッショルドというのを調整しながら、音圧をぐっと上げてみる。 ということができるわけです。今日はその詳しいやり方というのは言いません、えー。僕の動画だけではなくて、いっぱいコンプレッサーの使い方というのを出している方がたくさんおられます。コンプレッサーの基本は入りと出がまずは同じというのがベーシックな考え方なんですけれども、今のような時はそういうコンプレッサーマキシマイダーリミッターでギュッと 音圧を上げるとということもできます。皆さんここにしっかり勉強してください今日は Expose2 という優秀な9,800円ぐらいのソフトが期間限定ですけれども無料でプラグインブティックからダウンロードできるということがありましたので皆さんに緊急報告として解説記事を出しましたそれではまったねー